指揮官様、いらっしゃいましたね。お待ちしておりました。夢のお城へようこそおいでくださいました。この玉座は私と、そしてあなたのものでもありますよ。天城はもう昔のようにか弱い天城にあらず、指揮官様もかつてのうぶな指揮官様ではありませんね。天城は二度と指揮官様のそばを離れないことを誓います。世の乱れはまだ続いています。指揮官様、これからも共に励んでまいりましょう。あら、指揮官様は退屈に感じましたか？ん？ここにやってきてからなんだか毎日が快晴と？よくお気づきになられましたね。ここにいても指揮官様は相変わらず鋭いようで。あ、指揮官様。天城、もう我慢しなくてもいい。で、よろしいでしょうか。
指揮官様。天城、もう我慢しなくてもいい。で、よろしいでしょうか。指揮官様、いらっしゃいましたね。お待ちしておりました。夢のお城へようこそおいでくださいました。この玉座は私と、そしてあなたのものでもありますよ。指揮官様、天城のお城にようこそお越しくださいました。どうか悩みを忘れて、心ゆくまでお楽しみくださいませ。指揮官様、お城にはまだ心を躍らせる道がたくさんあります。それを探し求める冒険の途に、よければ天城もご一緒させてくださいませ。ん？ここにやってきてから、なんだか毎日が快晴と？よくお気づきになられましたね。ここにいても、指揮官様は相変わらず鋭いようで。寂しがり屋の上司と迷い込んだ来訪者の出会い。おとぎ話を作るのにいいテーマだと思いませんか？夢幻の遊園地なら一度くらいわがままになってもいいですね。指揮官様、天城と一緒にお菓子を一通り食べてみませんか？まずは羊羹から。開かない部屋の鍵なら天城が全部持っています。これ以上探索を続けたければ天城の願いを叶えてください。つきましては願い一つにつき鍵一本目、いかがですか？ん？指揮官様の胸中を天城察せたのかもしれませんね。あ、指揮官様、天城、もう我慢しなくてもいい。で、よろしいでしょうか。あら、指揮官様は退屈に感じましたか？新しい任務ですね。大丈夫です。天城もご一緒します。指揮官様、心配することはありません。任務はすべて完了しました。この場でゆっくりとお休みになられますよ。指揮官様、メールです。あ、よければこのまま一緒に玉座で確認していただければ。天城の予想通り勝利されてきたのですね。祝宴の手配をしてありますので、よければ天城と一緒に会場まで行きましょう。時は移ろい、人も変わっていきますもの。指揮官様、私は仲間とどう向き合い、今の環境にいかに身を置くか、一度迷ったことがあります。ですが、指揮官様に会った途端に気づきました。天城が迷い、心配していたことは、ただの杞憂に過ぎないと。指揮官様、次に出陣するときは、どうか天城も同行させてくださいませ。15で指揮官様の帰還を待つのではなく、他の子と同じように、戦場でも指揮官様のそばに立たせていただきたいものです。天城にとっての指揮官様は、万病に効く霊薬でありながら、時に身を破滅せしめる劇薬にもなります。たとえ毒であろうと、天城は喜んで飲み干させていただきます。かりそめのお城にいるのは、天城と指揮官様の二人だけ。どうか肩の荷を下ろし、
思うがままに羽を伸ばして、天城と一緒に束の間の安息と喜びを楽しんでいただければ。天城はもう昔のようにか弱い天城にあらず、指揮官様もかつてのうぶな指揮官様ではありませんね。天城は二度と指揮官様のそばを離れないことを誓います。世の乱れはまだ続いています。指揮官様、これからも共に励んでまいりましょう。もしかすると、委託組からサプライズがもたらされているかと。指揮官様、一緒に確認しに参りましょうか。この力、善処させていただきます。おのおの計画通りに戦い、指揮官様に勝利を。この勝利は、次の勝利の始まりへとつながりましょう。見事な采配でした、指揮官様。形勢が不利です。指揮官様、一度攻めの手を緩め、体勢を立て直してから再戦を。では、かけるとしましょう。もっと効果的な策に切り替える時ですね。指揮官様、天城のお城にようこそお越しくださいました。どうか悩みを忘れて、心ゆくまでお楽しみくださいませ。ん？ここにやってきてから、なんだか毎日が快晴と？よくお気づきになられましたね。ここにいても、指揮官様は相変わらず鋭いようで。寂しがり屋の上司と迷い込んだ来訪者の出会い。おとぎ話を作るのにいいテーマだと思いませんか？夢幻の遊園地なら、一度くらいわがままになってもいいですね。指揮官様、天城と一緒にお菓子を一通り食べてみませんか？まずは羊羹から。開かない部屋の鍵なら天城が全部持っています。これ以上探索を続けたければ天城の願いを叶えてください。つきましては願い一つにつき鍵一本で、いかがですか？ん？指揮官様の胸中を天城察せたのかもしれませんね。指揮官様、天城、もう我慢しなくてもいい。で、よろしいでしょうか？あら、指揮官様は退屈に感じましたか？新しい任務ですね。大丈夫です。天城もご一緒します。指揮官様、心配することはありません。任務はすべて完了しました。この場でゆっくりとお休みになられますよ。指揮官様、メールです。あ、よければこのまま一緒に玉座で確認していただければ。天城の予想通り、勝利されてきたのですね。祝宴の手配をしてありますので、よければ天城と一緒に会場まで行きましょう。天城はもう、昔のようにか弱い天城にあらず。指揮官様も、かつてのうぶな指揮官様ではありませんね。天城は二度と、指揮官様のそばを離れないことを誓います。世の乱れはまだ続いています。指揮官様、これからも共に励んでまいりましょう。もしかすると、
委託組からサプライズがもたらされているかと。指揮官様、一緒に確認しに参りましょうか。あら？指揮官様は退屈に感じましたか？